肩から腕に向けて施術をしたいと思います。手を使うお仕事をされている方で、この辺り非常に、筋肉の凝りが残っているような方もいらっしゃいます。で、少し大きなカップで施術する場合はこのように、手を軽く折っていただくと、肘周りのカップがつきやすくなる傾向があります。ちょっと大きいですかね。そういう場合は、一回り小さいカップつけていただくとでしょう。またですね、連続吸引をすることによって手のひらにねつけることも可能なんですが、今ちょっと姿勢の問題でつけられませんので、まあ、手のひらの方もこちらですね、こういう感じで施術をしていただいてもいいと思います。